チップを数十倍に強化したものだ。このチップをスロットインされたナビは間違いなくダークソウルに取り込まれるだろう。これをお前にやろう。このチップでお前の復讐を果たすがいい。ネット警察よ。どうなってるの？誰もいないわ。なんで？俺たちが掴んだ情報だとここでダークチップの取引があるって話だったのに。この辺りを捜索して、奴らがまだ潜んでいるかもしれないわ。はっ。私たちも行きましょう。おい待て。どうしたの炎山君？こっちだ。安心して、私たちネット警察よ。大丈夫かい？苦しかった。あなたは？私はアネッタ。アネッタ、彼女は目撃者？はい、どうやら我々の動きは密売組織に察知されていたようです。すでに取引は3時間前に終わり、その際偶然現場を目撃したアネッタが彼らに捕まったものと思われます。そうか、現場を抑えられなかったのは残念だが、まあ、あの子が無事でよかった。ねえねえ、聞いたよ、ネットってネット世界の平和を守るネットセーバーなんだって。すっごい。すごいだなんて、まあそれほどのこともあるんだけどね。あ、でも俺たちがネットセイバーだってことは機密事項だから絶対人には言わないでよ。分かってるって。次は病院火災の続報です。半年前、管理システムの暴走によって火災を起こしたグローバル総合病院の解体工事が終了しました。この後跡地には新しい総合病院が建設される予定です。実はあの事件もネットセイバーが解決したんだぜ。システムが暴走して燃えてる病院に何十人もの患者が閉じ込められちゃったんだ。その人たちをネットセイバーが見事救出したんだぜ。ネットが？本当に？いや、救出したのは俺じゃなくて炎山なんだけどね。なんだ、こいつだ。もう帰っていいそうだ。俺が送って行ってやる。いいの？炎山ってすごいお金持ちなんだね。どうしたの？いや、なんでもない。あれだ。シルク。そうよアネッタ、それどうしよう。もうちょっとよアネッタ、頑張って。私のたった一人、かけがえのない友達なのに。シルク！ネット、炎山君、これより定期検診を行う。you
すまないね。せっかくネットたちに会いに来てくれたのに。ちょっと待っててくれないかな。もうすぐ終わるから。それで何をやっているんですか？健康診断さ。健康診断？クロスフュージョンは著しく人体を酷使するシステムなんだ。使い方によっては人体に悪影響を及ぼすこともあるかもしれない。そこで二人には定期的に健康診断を受けてもらっているんだ。そうなんだ。ん？ああ、無論ナビにも定期検査は行われるんだよ。オペレーターとナビの力を 100% 引き出すには日頃の検査は欠かせないというわけさ。どうですか、ドクターリーガル、そちらの方は？特に異常は認められません。クロスフュージョンは完璧に機能しているようです。ありがとう、ドクターリーガル。そう、わかったわ。じゃあ例の場所にうまくおびき出すのよ。アネッタ！ネット！エンザン！来てたんだ。ねえねえ、遊びに行かない？私行ってみたいところがあるの。あ、ごめんアネッタ。俺これから約束があって。そう、エンザンは？どうせ断るんだろうな。俺なら構わないが。こっちだよ、こっち。ねえ、ネット君やめようよ。気づかれたらどうすんだよ。でもよくないよ、こんなこと。いいのいいの、こんな面白いもん見逃したら一生後悔するぜ。お、秋原タワーだ。秋原タワーってつい最近できたばかりの人気スポットなの？ここっていろんなアミューズメント施設が集まってんだよな。俺も一回来てみたかったんだ。よし、行くぞロックマン。もうやめようよネット君。いいからいいから。どうした？遊ぶんじゃなかったのか？うん、もちろん。よし、行くぞ。そうだ。どうもすみません。ありがとうお兄ちゃん。いや。ママ見て、ほらお家が見えるよ。まあ本当ね。どうしたんだ？実は私ね、つい最近までずっと入院してたんだ。2年前交通事故に遭っちゃって、すごい大怪我でもう治らないんじゃないかって私諦めかけてたんだ。そんな時私の看護ナビが励ましてくれたの。私につきっきりで、諦めるな、頑張れ、
負けるなって彼女がいてくれたから私は頑張れた。彼女がいてくれたから辛いリハビリにも耐えることができた。だから私が元気になれたのはみんな彼女のおかげなんだ。知っていたよ。アネッタという名前を聞いた時、もしやと思ってあの時病院にいた人のリストを調べたんだ。どうして？火災発生、火災発生。展望室にいる人は速やかに避難してください。繰り返します。火災発生、こっちだ。火災発生。展望室にいる人は速やかに避難してください。おい、開けてくれ。まだ人が残ってるんだ。おい。くそ、誰もいないのか。エンザン様、何か妙です。今検索しましたが火災が発生している模様はありません。なんだって？もしかしたらセキュリティの誤作動かもしれません。換気システムが勝手に中の空気を外に排出しています。このままでは約10分で空気はゼロになります。換気システムを止めます。エンザン様、プラグインしてください。似ている。あなた、私システムさんとお話ししてきます。他の患者さんも同じように閉じ込められているはずです。早く避難しないと大変なことになります。だけど。大丈夫。それに私たち看護ナビの使命は人の命を守ること。もしアネットに何かあったら私は。分かったわ。気をつけてシルク。すぐに戻ってきます。シルク。ここか。換気をコントロールしているシステムは。誰だ？シャッシャッシャッシャ、来たな、ブルース。ニードルマン、これは全てお前の仕業か。そうだ。いつも俺たちの邪魔ばかりしてくれるんでな。今日こそ決着をつけさせてもらう。本気で俺に勝てると思っているのか。シャッシャッシャ、勝てるさ、楽勝でな。俺の本当の強さを教えてやろう。ダークチップ、トリプルスロットイン。シャー！ダークチップのトリプルスロットインだと。シャー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 、行くぜブルース。シャ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 、フリャ。シャー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 。なんだなんだ、どうなってるんだ。ロクマン、何が起きてるんだ。ネット君、展望室で火災警報だ。でも何かおかしいんだよ。これってトラ。ネット、言うな。エンザン、いや、勘違いするなよ。別に俺はお前たちのデートを覗きにしようなんて。そんなことはどうだっていい。それより手を貸してくれ。ここがセキュリティシステムか。展望室のドアのロックを解除するには、これって一体ウイルスだ。ロックバター。残像か。見たか、これがトリプルスロットインの威力だ。スピードもパワーも今までのニードルマンではない。早くシステムを止めないと。エンザン様が。大丈夫か。いい、大丈夫よ。そこでじっとしていろ。体を休めて酸素の消費を抑えるんだ。よっしゃ。シャッシャッシャッシャ、邪魔。しまった。ニーダルキャンノン。バトルチップ、バンブーソード、スロットイン。シャッ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 。ブルース。
さあ、あのチップを使いなさい。ほら、早く早く。ニードルアタック。なに、今度こそ。バトルチップワイドソード、スロットイン。なかなかやるじゃねえか。ならこれでどうだ。たわいもない。エンザ、頑張れ、必ず助ける。立て、ブルース。シャン、オペレーターに似てしぶといナビだ。君をシルクの二の舞にはしない。バトルチップロングソード。このチップをスロットインされたナビは間違いなくダークソウルに取り込まれるだろう。スロットイン。ネット君大丈夫か。エンザ、アネンダ。どうしたの。フォルダーに入っているチップは全てこの指が記憶している。妙なチップが紛れ込んでいればすぐに分かる。大丈夫ブルース。当然だ。ニードルキャノン、ニードルアッチャー。バトルチップスプレンドラスロットイン。はい、バトルチップ踏み込み弾トリプルスロットイン。プログラムアドバンス、ゼータ踏み込み。消えた。アネタ、そうじゃないんだ。あの時の話なら俺もエンザンから聞いてるよ。ブルースが着いた時、君のナビはもう。これは。お願いです、私をデリートしてください。な、何を言うんだ。システムを暴走させていたダークオーラは私が全て吸収しました。私をデリートすればシステムは再起動してセキュリティは解除するでしょう。私はもう助かりません。だから。だが。急いで。患者さんたちがまだ大勢中に閉じ込められています。これは。それはダークチップを強化したものよ。それをペットにスロットインされるとどんなナビでもダークソウルに取り込まれちゃうんだって。一体こんなもの誰が。ドクターリーガルよ。ドクターリーガルだって。どういうことだ。待て。
したバブルマン。ついに通信でしかわからなかったネビュラのアジトを突き止めたデプク。そうか、でかしたぞ。我らのディメンショナルコンバーターももうすぐ完成だ。これで自由に外へ出て行ける。我らダークロイドがサイバーワールドから解き放たれる時が来たのだ。